それじゃあ早速花火絶景撮れたんで行ってみたいと思います。さあ、あ、でね、ちょっと今安易に打ち出しちゃったんですけど、これあのリセット時にもしかしたらその内部的に絶景チャレンジ抽選行くんじゃないかという話がありまして、まあ、だから今内部的にボーナス後の絶景チャレンジ抽選みたいな、うん、で、まあ、1回ね僕5ゲーム目ぐらいにチェリー引いて、それでいきなり当たったんですよ。それもしかしたらそういう状態やったんかなっていうね、はい、あ、だこれ何ゲームや、5ゲームか、これチャンスじゃないの。で今のでもし、内部的にいれば絶景チャレンジいってんのかな今ので。だからちょっと演出見といて熱いの出ればみたいな。ダメか、はい、まあ行きましょう。はい、でまあ巷ではねいろいろ言われてるこの花火絶景なんですけども、まあとりあえずそれは一旦置いといて、あのいろいろ解析というか情報出てきましたね、うん、結構ねこの辺がだいぶ情報出てるんで、ちょっと今日はそのあたりをね説明しながら、まあ、花火絶景どうなんっていうのをねもう一回いろいろ話していけたなと思います。お、いいね、レア役の引きがいいよ。ちなみに子役確率は天井設定差ないんかな、この点設定共通っぽいっすね今のところ。朝一はねポイントが隠されてハテナになってると。で、まあ、この絶景ですね、その内部的に8つのモードがあることが分かりまして、まあ、通常 A、B、C で、あとチャンス、天国、あと BB チャンス、超打ち上げチャンス、BB 特殊やったかな、うん、でそのモードによってまあ、天井が異なったり、まあ、その当たりやすい規定ゲーム数が変わってくる、まあ、いわゆるゾーンですよね、うん、そういうのがいろいろ変化つけられていると、まあ、その BB になりやすいモードとかもあって、その BB 特殊とかやったかな、うん、であとはまあ広角が A と広角 B っていうのがあって、で A は基本的に規定ゲーム数250とか350とかこの50ゲームぐらいで抽選があるんですけど、まあ、それでいくタイプで、もう一つの B が、まあ、基本的にチェリーかな、チェリーで広角いくやつ、うん、でその2つが重なれば超広角いきます。で広角はじゃあ、あれですね、山引いた時の花火100景ステージ、まあ、これに行きやすいかどうかっていうのをやってます。まあ、広角でだから山引ければ結構100景行くチャンスと、いう感じですね。で、まあ、もう一個大花火ステージは基本的には周期で行くんですけど、薄い確率でチェリーでも抽選やってますと、うん、だ僕もねなんか謎を大花火ステージっていうのがあったんですけど、まあそれやっぱりチェリーで行ってたってことですね。お、どうなんだ3人、はい、ルーレット行きました。さっきの多分 山は当たってないってことかな。チャンス、ちなみにこの1周決めは大花火ステージ全設定 50% でいくんかな、行きやすくなってます。あー、いかんぽいもう、
とりあえず200ゲーム台期待していきましょう。まあリセットされてるとしてね。ああ溜まったよ。一応この絶景ルーレットから直接100系ステージに行けば、確か2以上確定かな、うん、1の振り分けがなかったと思います。あ、お花火かね。よしよし、さあ当てましょう。でここはもう純粋に、まあ、そのリーチ迷惑を引くと当たるんですけど、一応通常リーチ迷惑とビッグ確定のリーチ迷惑かな、2種類あるんですよね、うん、それ合わすと133分の1ぐらいなんですけど、ビッグの方がね何個やったかな。マリッパ、わー来た。さあ外れはボーナス。よしじゃあここ行きます。あえて、あ滑った。味覚狙ったけど思いっきり蹴られたね。あ当たった。あざーす、201ゲームさあで打ち上げチャンス5ゲーム。あー銀だった。よしよし5ゲームですね、まあ、ここはほんまに内部的にこの打ち上げチャンスのモードがいくつかあるんですけど、基本的には何もないので8%ぐらいだったかな。でビッグに昇格します。でレア役いくと 50% とかある。いきましょう。さあボゲームあるんでね。おー一発目でよっしゃナイスボーン。どうしたどうした、なんかやる気じゃない今日、ま、画面の関係あるんで絶景ビッグでいきましょうか。はい、絶景ビッグが、ま、終了時の画面でボイスに対応してるんで、まあ、一番分かりやすいというかね、うん、そっちから行きましょう。1回目はまあ入れておきますかね。でこの何もない時リプレイだったら外しの練習ができます。で前言ったかもしれないですけど、この 中左ナビの時はここでも外し練習できます。ただこれ1コマ早くてもこの形で止まるんですよ。だからまあほんまにピタ気味に狙って、まあ、滑っていくかいかないかみたいな。滑っていったら遅いんだっていうねことになります。遅いとここまでね行っちゃいます。でこの2回目がねやっぱり大事というか、あーさ、もちろん最後が一番大事だけど、ここもしっかりね保険決めとくことが大事。よし、あー怖っ。朝一はねほんま怖いんよ、ミスりそう。19まだ外す。で前僕ね結構ビタって止める感じって言ったけど、最近ちょっと上余裕あるかなっていう感じがしてきてます。まあただねやっぱちょっとこう半コマ上とかに押すと僕割とあの上段にバービタッと止まるんで、1回目は残り14以下で入れる感じかな。入れましょう。確定じゃないんですけど、なんかゼロパンしたら打ち上げチャンス、まあ、ボーナスがついてくるっていう。でしかもなんかビッグじゃないかっていうね噂が流れてるんですけど、どうなんでしょうね。
僕あの純粋なゼロパンはさすがにないっすね、まあ、人工ゼロパンもないですけど、まあ、なんでもしねゼロパンしたよっていう人いたらコメントで教えてください。よし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 、もうこれでいつ入れても大丈夫です。いつ入れても OK ってなんかちょっとエロいね。豪華からの終了画面。あーこれは多分デフォルトやったかな。あデフォルトやね。まあまあ600枚取れたんで、さあでこれが、まあ、レア役引けば絶景チャレンジ確定なんですけど、この三尺とリプレイでなんかこの辺ちょっと設定差あるんちゃうかっていうね噂もあって、こう設定ほど行きやすいんじゃないかっていう、うん、終わっちゃった。あっさりいいですね。まあまあまあ、あーこれかナイアガラは弱いよ。さあでこれフラッシュさん出会う。行かへんかな。あ厳しいか。あ神社行った。これが一応高額とか全長も結構あるかな、その大花火花火百景の全長とかで今山引いてたんで僕ガッキー行くんちゃうかなと思うんですよね。あやっぱりねガッキーの前場で神社行ったって感じです。はい、207ゲームで、ここはねその大花火聖地と一緒でリーチ迷惑引いたら、まあ、当然当たりなんですけど、あと1枚共通1枚役でも抽選してて 25% でその場当たります。そのどっちか引けば当たる。で、共通一枚役っていうのがなんかちょっと見抜けるらしくて、例えばこのバーリブ7からだと7中下段に止まればその共通一枚みたいです。止まんない。あとバーだと7中段に止まれば1枚役で、バー下段からも7止まれば中段に1枚役みたいです。うん、まあ、他もねあるんですけどバチェバが止まるとか、まあ、だからバーが枠内あって7中段止まれば共通1枚役っていう認識でいいかなと思いますけど、 25% やったら熱いよね。もう4分の1やからそうなってくるとガゼン出したくなる。困るのかな。そもそも共通1枚が確率どれぐらいか分かってない。あー悪い。さあさあ何周期目かな。4周期目ぐらい。あ神社、さあ神社来ました。これは何、何の神社。あ大花火ステージやね。513ゲーム。さあ当てよ銀筒やし。もうさ
動いてない、もう動くな、一生動くな三尺、あー当たりました。ただコインがない。はい、大当たりと同時にちょっと超メダルを下ろしてきます。下ろしてきました。忍術やからお、よしよし、さあ突破、下段がいい。あと一応このカットインの時は義手技なんで、まあ、変速押しででも OK です。で、まあ、バチェバとか止まれば近くやし、あと右押しするとね、何だかな、7上段じゃあドン上段かとかも近くです。狙ってみましょうか。ほっ、これどうなの、わっしゃー、どっせい、はい、大花火いきますか。あー、いい音、音でかい、下げます。穏やかに行こう、有効的に。ドンちゃん握手しよう、よしよし、おいあーミスった。今ね押しづらかった。まあでもあのそんなダメージないとこでミスったんで、まあまだマシっすね、うん。はい、ということで580枚、さあボイスは、これは偶数したか、はい、もう一回ビクいたら1000枚超えるもんね。お、何今の、おー、ドンちゃんの顔やったかな。さあ絶景チャレンジで、ここはほんまにあのなんか子役引けばちょっとこう当たる可能性多分上がってと思います。なんか引いときたいよね、この3ゲームで。いや、くなら確定やけど、おお、チャンスアップ出た。ありがとうございます。さあ1個ね思うんですけど、この打ち上げチャンスが5になったことないんですよ。なったことあるんかな、るんかな、ちょっともしある人いたらねコメントで教えてください。なんか内部的には打ち上げモード B やったかな、この時はらしいんですけど。山、あ、バチバネやってみよう、中押し、これダメか、あ、ラスト、頼む頼む、ちょっとマジでビックビック、ああ緑、最後は素直に、ああ一応これダメですけど、ここのレバーかな、復活抽選っていうのもやってて、何番だったかな、 10% ぐらいで多分いくと思います。モードにもよるんですけど、それに当たればビックになる。あえて、あここからもうワンチャン ないわこのビッとレギュラーの格差がすごいよね片や600枚片や60枚。はい、ということで大移動したクワーマンですちょっと言ってたその6台並びの島の角台が開いたんで、まあちょっとね思い切ってあのもう飛び込んでみました
で、この台が大体宣言回し1のレグ3ですね。ちょっとレギに寄っちゃってて、で1回700ぐらい80ハマってるのかな、うん、まあ、ちょっとこれでいきます。はい、ハマりそうだけどちょっと前兆っぽいよね。あ、待ってるってことは前兆入ってるってことだよね、うん。237ゲーム、いや開かないよ。いや怪しいよね。いや、これ当たったでしょう。大丈夫か、ゴンちゃん。あー、ボタン、トヨーやっぱいましたね。うわ、3か斜め、いや、こうし、上段ドン。この下段がデフォやね。お、あ、青斜めやとどうなんやろ。これデフォかな。あ、テンパらな。ラスト山、あー、10%。あー、もうじゃあラストはバーで。バーもね、基本中段に天発揃うかもしれない。あっ、ワンチャン逆転抽選。はい、レギュラー多いな。ああ、そうよね、アクアタイトルはやっぱちょっと強いですよね。通常っぽかったけどね、内部的には。開いた、ちょいちょい行くね、今んとこ。あかん、最低やね。赤いよ、タイトル来たか、これは。うわー、もうこれはいただきングでしょ。よし、当てるぞ。もうなんかフラグにしか聞こえへんくなってきたな。あ、やばい、当たったんじゃない。あ、当たった。いや、あ、うん、あーね、そうやね、リプレイやもんね。いい1目出てたんかな。まあいいや、364ゲーム、直7がないな。上がれ、よし、決めるぞ。 10%、 変速しでいくで。おっ、バービタダメだ。ドン滑っていきたいんですよね、4コマ上の。おお、 80%、 1枚役。ああ、これはもう赤、まっすぐ行こう。あー、よい、おーし。さあ、この台で初めてのビッグボーナス、デッキビッグでいくか。ここでね、やっぱりちょっと練習、ウォーミングアップしとくのも大事。これのだから出来が悪い時はちょっとほんま引っ張ったりとかね。よし、安全圏入った、もう外さんでいい。あとはジャックインをいかに残り位置で近づけて引くか、そういうゲーム。
さあラスト、ここで引いたら美味しい。どんちゃんダメだった。560枚のあーデフォルト。ラストチャンス多分あるぞ、あるぞ。バチェバの上のバーを中段にビタ。おお、ちょっと待って、ってことは当たってたってことかな。あーと青7枠内に出したい。出ねえよ。めっちゃ溜まった。さあ4周決めか。おいった、お花火、よし。あ、これ多分共通1枚役ちゃうかな、この形。あ、でも100系ステージじゃないんか。100系ステージならあれで多分 25% で当たるみたいです。うわー、一尺からわーい、380ゲーム打ち上げちゃう。さあただ銀、あーダメだ。あーなんか引いたぞ。でレアークの時点で、まあ、モードにもよるんですけど最低 50% はある。山やね。いやでもこれ内部的には 50% で抽選されてるはず。赤いやもうラストバー、絶対ソロ、絶対ソロ、信じろ信じろ。中段右、中段バー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 。帰っていいですか。ちゃんおったね。やっとモード下出た。B 以上かなってやつですね。まあでもさっきも大でもあれ出てね、なんかハマったもんね。500台ぐらいまで延長来てるね。山か、いいこぼした。え、激アツ。あー入った、あかん。ボイレーンまで行け、ボイレーン。ならねえ。あー熱い打ち上げ。いやいやこれ外したらもうほんまにあの、そりゃそうやろ。はい、242ゲーム。直7 5。あーやばい、大丈夫か。もう嫌やで、レギュラー20、赤、緑か、じゃあ逆押し、ドン、上段にほぼ止まらへんね。ワンチャン、まずい。30、緑か、もう最後は普通に行こう、下段で。どうしたらええの。
あ、なんかかっこいいリーチ目、まあレギュラーなんですけど、これがあれやね、みんなが嫌がる、嫌になる花火絶望のパターンやん。ハマってレギュラー、ハマってレギュラー、まあまだマシなんかな、これは。ここで引くしかない。山、お、なんか引いたぞ、リプレイ。あ、また引いた、頼む、よっしゃ、つないだ、入れる、公約を引くぜ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 、おっ、あー、いった、ありがとう、なんも引かんかったけどいったね。さあビッグで、何このバーからバー、無理無理、もまた一から、行きましょう、いきなり決める、お、いや確かに、おー来た、これでもね3連ドン狙って止まったことないんで、バーを狙っています。子役外れ目出た時点で当たり、あー滑る、2日目終わり集がすごい、いや分からん、諦めんな、おー当たった、マジかよ、これ1枚役なんですけど、これなかったんかな、そういうことですよね、多分ビッグが欲しい、今ビッグガン1270ゲームです、ビッグガン、ショップがほんまに来ないね、 E モードだとその BB チャンスとか、そういうのだと直接告知があるみたいなんですけど、そういうモードにはいないってことなんですね。オーバー、まあ揃えたんや、わしは、はい、ちょっとずつ吸い込まれていくコイン、2代目レグビッグレ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 グ、2代目ビッグレギュレギュビッグレギュラー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 、なんやこれ、勝てるか。はい、お疲れ様です。コアマンです。いやー、やられちゃったわ、もう。ほんま。きつかったですね。まあ、もう見てもらったように、完全に引き曲げました。はい。
結局まあ1代目と合わせて合わせるとビッグが3回レギュラーが7回かな。最後の方がきつかったね。もうあのレギュラー引いて飲まれて追加してまた200台でレギュラー引いて飲まれて追加してまたレギュラー引いてみたいなね、このあの絶望系ループに陥るともうどうしようもないなというね。あ、まあこれが多分ね嫌われる家の一つかもなと、いうのを実感しました。まあ、もうこうなってくるとね外しがどうとかじゃないですよね。もう単純にやっぱり波に負けたみたいな感じなんで、そうですね、まあ、これはほんまあれやね、リベンジ、もう悔しい、このままではちょっと終われないんで、ほんまになんかもう5000枚か万枚かぐらいのねちょっと勝負をしていきたいなっていう、まあ、ちょっと今はそういう気持ちになってます。まあ、ただ、まあ、僕の代はね、まあ、その2代目はビッグ1回しか行けてないんでデフォルトの終了画面しか出てないけど、言ってた並びの6台は、まあ、結構出てたんですよ。真ん中のあたり僕の右から3、4台まあだからもしかしたら結構入ってたのかもしれないし、で何やったらちょっと最初の方の絶景がどうも当たりじゃないかっていう情報もあって、で1台目も、まあ、結局こうなんかだんだんちょっと沈みがちでマイナス1000枚ぐらいかな、で終わってました。2台目も僕が辞めた後ちょっと上がってまた戻って、まあ、結局一緒ぐらいで終わってて、まあ、そう考えるとやっぱり絶景ね、まあ、結構判別要素は出てきてるけど、まあ、やっぱりちょっとこう早期に見切るのはね難しいのかなっていう気しました。まあちょっとね本当に確定画面出してそういう台で一回でも粘ってみたい、これが絶景や絶景みたいな動画をちょっとお届けできるまで、まあ、ちょこちょこ打っていこうと思います。で、102パーマン、通称2パーマンね、ちょっとまあ絶景ね打ったんですけど、まあ大幅にマイナスでトータルもちょっとやばくなってきてるんで102パーどころかもう100点何パーマイナス域にちょっと落ちそうなんで、まあ頑張っていきますけどね、また皆さんのちょっとまた応援というかね、いろいろ、動画見てやってください。はい、ちょっと他のやつも考えてますんで、はい、まあ、そんな感じでいいねとか、まあ、コメント、またチャンネル登録ねよろしくお願いします。次はでっかい花火打ち上げてやるよ。バーン。でー。